さあどうだ、いい当たりだ、亀井が追っていきますが入りました、見送った亀井、先制はベイスターズです。ゆっくりとオースティンが外れた中、今日4番に座りました外がダイヤモンド一周、マスク越し笑顔でしょうか三浦監督、今ホームイン、7月の10日以来第16号ホームラン。改めてその外のホームランですが、もう今のは完璧ですよね、この右肘の畳みが非常にいいですし、そんなに力感なくね、バットを振ってあそこまで飛ばせてるっていうところではもうスイング自体は申し分ないのかなっていうふうには感じますよね。